30億欲しいんです。痛い。本田あいつ誰だ、はい、ごめんなさい。誰だ。ハガです、ごめんなさい。名前はハガノエルです。修理代出します。あ、てかなんなら修理出せます。修理出せる、修理できますよ。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと修理できますよ。ごめんなさい、ごめんなさい。反対車線走っといて、修理できますよ、ごめんなさいで済まねえだろ。ごめんなさい。大丈夫か？踏んじゃいました。大丈夫か？免許証自分持ってんだろ？あ、持ってます。反対車線走っていて習ったのかよ。習ってないです。とりあえず直してくれ。はい、ちょっとごめんなさい。暴力振るいます。君は何をやってる人？メカニックです。メカニックだけ？メカニックとバイクのディーラーやってます。どこのメカニック？ SKE メカニックやってます。 SKE？ 印象 SKE ってなんだ、どこだ。商工会の近く。ああ、商工関係の人。おたくさん、もしもし。はい、あなたは商工関係の方？働いてるだけといえば働いてるだけなので、全然わからない、そこら辺は。随分と淡々としてるんだね、君。あ、よく言われるかもしれないです。あれ、歪んだ。どうしようどうしよう。ショックです、ごめんなさい。 OK です、ごめんなさい。で済むと思う？いくら出しましょう。あのさ、私何の仕事してると思います？いい人ではなさそうですね。あ、私は今仕事の話を聞いてるんだけど、いい人悪い人の話を聞いてるわけじゃないんだよね。あ、仕事ですか。メカニックとか。ちょっと舐めてる感じ？それ大丈夫そう？全然。お仕事？そんなに舐めたあれをしたでしょうか？どうしよう、殺そうか。今、君が何をしたか分かってる？いや、反対車線でぶつけちゃって、です。反対車線、申し訳ないと思ってないって感じ？いや、思ってますよ。謝ったじゃないですかっていうのすごい嫌なんですけど、うん、一応謝って修理まして。こう、他に何を望んでるんだって言いたいのか？一応できることはさせてもらったかなと。ほう、なるほど。いい人じゃないんだ。じゃあ、いい人じゃない人にぶつかっちゃった、自分が違反を犯して。そうですね。うん、申し訳ないと思ってる感じが私には伝わってない。どうすれば伝わりますかね。いい人じゃないからどうしようかなと思ってる。すみません、ではレイラも寝ます。おやすみなさい。いい人悪い人は関係ないでしょう。おやすみなさい。おやすみなさい。じゃあ、そうだな、いいよ、見逃してやろう。見逃す、ありがとうございます。見逃す、殺してもいいんだ、ムカつくから。もう少し申し訳なさそうにしてくれたら違ったかもしれんがな。別に殺してもいい、悪い人だから、ムカついたから。だが見逃してやると言ってるんだ。ありがとうございます。次から気ぃつけな。客船受注場所アンブレラがいます。行くわ。ボアさんずっといたんです。あ、さっきまた来ました。了解。舐めてるな、あいつ。舐めすぎだろ。すごいふわふわしてる、ふわふわしてる方ですね。殺すか、今度さらっちまおうかな。むずすぎるだろ、あれは。
ずいぶん失礼なやつだな。怖い人っていうの知らないのかもしれないです。私めちゃくちゃ今怖かったですけど、もう私がもう怖くて何も喋れなくなっちゃった。身内に影響出るやつ。もうダメですよ、私がビビってましたもん。あ、そうダメだと思って。ハンス、証拠の人に聞く。そうですね、言ってました。名前なんだっけ。ハガさん、ハガノエル。ハガ、ハガノエル。じゃあもう一つ聞きたいことがあるわ。お宅のところの従業員の商工グループに加賀だか羽賀だかっているよな。え？なんとかノエル。羽賀ノエル。羽賀ノエル。羽賀ノエル。わかんない、全然タクシー会社やけど全然知らん。それ知らん。タクシーどこの従業員ですか。バイクメカニック。モーターズワンのか。わかんねえ、モーターズ。あ、もしかしたらいるかもしれないです。分かったんですか。分かんない、もう全然分かんないです、人いっぱいすぎて。相当ムカついてるからわし今。何やったんすか。何やったんすか。いや、なんか普通に走ってたら反対車線から思いっきり突っ込んできて、うん、ごめんなさいみたいな。今日不適されてる。ごめんなさいじゃねえよっつって、うん、どうすんだよって言って、あ、直します、うん、直しますだけで済むと思ってんのかっつって。間違いないですね。じゃあどうすればいいんですかみたいな、うん、なんだこいつってな。なるっすね、なるっすね。私が何をしてる人間か知らないって言ったら、いや知らないですでも、いや、それ何の仕事してる風に見えんのっていう話になって。はいはい。うん。なんか、いい人には見えない。ああ、なるほど。大雑把。いい人ではなさそうって言われて。うん。いや、いい人か悪い人かじゃなくて、何の仕事してる風に見えるんだ、じゃあ。あ、確かにそういう質問だった。いい人じゃなさそうっていうのは、ただの、悪い。そうだね。それはさ、違うやん、それ見なりを言ってるやん。まあ勘弁しといてやるけどって話したんだけど。あ、勘弁しちゃった。うん。じゃあ他にどうすればいいんですか、うん、みたいな感じだったから。まあまあ。不適されてたよな、なんかな、なの。ちょっと、あんまり。謝り方はよくない。聞いちゃえばいいんじゃないですか。いや、だから殺しちゃおうかなと思ったんだけど。まあ全然いいと思いますよ、俺。お前な、お前適当なこと言ってんじゃねえぞ。いや、なんか正直俺話したことあんのかな、その人。パンさん知ってます。え、あの、いることは知ってるよ。じゃあどこの従業員だって言ったら、町にか、商工会の人間だったっぽいから、うん、あ、そうなんだと思って。あの、まあ、まあ、あの、なんだろうな、弾いちゃったらナオフィーとかはなんか弾かれたって言うかもしれないけど。じゃあナオフィーに話すればいいの方がいいかも。ナオフィーバイク管理してる。バイク屋さんなんで。じゃあナオフィーに文句言うわ。はい、やばいっすね。オッケー、了解。じゃあご飯は関係ないのな。ご飯も全然関係ないっすね。ご飯は基本的にタクシーしかやってないの、二人とも。うん。タクシーか、警察に絡みに行ってるだけなんでいいっすね。しかもなんか関係費ないから別にね、なんか恥ずかれようが別にどうでもいい。知ったこっちゃない。まあその子がバンさんから守ってほしい、1億円あげますって話は変わるけど。金もらえたら考えますね、別に。金もらえないなら仕事じゃないしな。うちは傭兵ご飯だからな。お金と、まあ、知り合い。いい仕事始めたな。はい。ちょうどいいっす、俺らからしたら。名前もご飯って結構いいな。はい。アドミゲスハンとゴンでご飯だろ。ご飯です。はい、ご飯です。悪くね。目指す。人増やせないっすね、この組織。まあいいや、また何かあったら連絡する。もしもし。あ、もしもし、ハンザです。オタクんところに何とかノエルってのいいんだろう。あー、はい、ハガノエル。おはい、どういう教育してんだよ。え、どう、なんかあったんですか。お、反対車線走ってて突っ込んどいて、悪びれ、なんか普通に謝ればいいみたいな感じの態度だったぞ。え、あ、そうなんですか。いや、申し訳ないです、すいません。そういう教育してんのが。いや、一応ちゃんとメカニックなんですけど、教育はしてたんですが。ん、いや、すいません、本当にバンさん、申し訳ない。なんか、はい、そのギャングのボスの車に反対車線で突っ込んどいて、はい、悪びれもせず、あ、なんかすいませんみたいな感じだったぞ。次は殺していいか。あ、次は、はい、やって大丈夫です。ちょっと僕からもちょっと連絡しておきます。態度ムカついてるから殺してやろうかなと思ってんだけどさ。正直自分が言うのもあれですけど、まあ一回
まあ、焼き入れても問題はないですね。ちょっと、いや、まあ、正直、ちょっと普段から結構生意気な部分はありまして、正直言うな話すると。ああ、そう、それは教育の方じゃないか、はい、そっちの。まあ、そうですね、自分のちょっと不届きなところがあったとは思うんですけど、いや、申し訳ないです、本当に。頼むで。わかりました。すいません、まあ、焼くなり肉なり、煮るなり焼くなりだろ。ああ、煮るなり焼くなりですね、はい。一応、そうですね。まあ、いいのかよ。まあ一回やっぱ、そうですね。そっちでカツ入れとけよ。まあ自分でもカツは入れますが、はい。まあもしバンさんがそれで納得いかなければっていう話なんで、これは。まあ次はもう許さねえぞって言ってあるけどな。はい、ああ、わかりました。頼むで。いや、申し訳ないです。すいません、本当に。よろしく。はい、失礼します。はい、よし、じゃあ帰ろう。はーい。はーい。